てまいります、カクテイル場到着予定時刻、東京スカイツリー北が12時58分、終点の東京駅八重洲通り13時18分前後で到着を予定しております。この先の道路状況および気象条件等に伴い、到着に遅れを出す場合もございますので、あらかじめご了承ください。また東北道に入りまして、お客様の休憩2度予定しております。最初の休憩箇所といたしまして、福島県は新たなサービスエリア、また2回目の休憩箇所ですが、埼玉県に入りまして羽生パーキングエリア予定しております。休憩箇所到着時、マイクを使って出発時間の方をご案内をさせていただきます。お邪魔でございませんようご注意ください。次に変わりまして車内設備についてご案内させていただきます。お客様お座りのシートリクライニングシートとなっております。背もたれ角度調整の上ご利用ください。また車内温度ですが、運転席の方にて自動調整となっております。本日は26度に設定をしてまいります。極端に暑い寒いとございましたら私乗務員の方までお知らせください。温度調整してまいります。また車内には機種室ついております。進行方向に向かって右側車内の中央にございます。2、3段階段級になっております。ご使用の際はお足元頭上等十分ご注意ください。また化粧室ご利用の際、必ず鍵をかけてのご使用よろしくお願いいたします。中の照明と鍵連動になっております。必ず鍵をかけてのご使用よろしくお願いいたします。次に変わりましてお客様にお願いと注意事項を案内させていただきます。車内トイレを含みまして全席禁煙となっております。男ご注意のお客様は休憩箇所の喫煙の方よろしくお願いいたします。また周りのお客様のご迷惑ともなりますので車内での携帯電話の通話の方をご遠慮ください。電源を切り替えさいますかマナーモードへの切り替えよろしくお願いいたします。また走行中やむを得ず急ブレーキ等をかける恐れもございます。法的にも定められましたシートベルトの着用こちらも重ねてご協力の方よろしくお願いいたします。最後に乗務員より、緊急時の業務連絡等で、乗務員携帯電話使用させていただく場合ございます。ハンズフリーでご使用となりますのでご理解の方でよろしくお願いいたします。その他この先の工程、車内設備等何かお分かりにならない点ございましたら乗務員様でお問い合わせください。それでは東京カクテイル場お到着までごゆっくりどうぞ。